皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生の売上アップのコツは集客よりも制約率を改善することというテーマについてお話をしてみたいと思います。私の方ではですね、コンサルティングの中で、当然集客も教えますし、皆さんがこうあまり意識をしていない実は制約大事っていう、そちらをお伝えしているケースが割と多かったりするんですよ。で、特に教室の先生は集客をすごく頑張るんですね。傾向があります。頑張る傾向がある。だから SNS ツールを駆使して使って、人を集めるっていうことをすごくすごく頑張る方多いんですけれども、実はここに落とし穴があって、その先ですね、集まった人たちをちゃんとお客様に変える、要は制約するっていうことができない限りは、結果として集めた集客も無駄になってしまうんですよね。だからこの感覚を分かって、集客ももちろん頑張るんだけれども、それと同時に制約のスキルを上げていきましょうねというのが、今回のテーマでございます。はい。じゃあ、早速本題の方入っていくんですけども、なんでこの話をしようかと思ったかっていうとですね、クライアントさんから、新講座、新コースとか新しく作ってリリースをして、問い合わせが来た、体験会の申し込み入った、でこれを 100% 制約したいというと、大体相談が来ます。そうですよね。10人入って、例えばそれが10万円の商品だって、10人全員決まれば100万円じゃないですか。10人体験会申し込みが入って、それが20万円の商品だったら200万円になるじゃないですか。でももしそれがゼロだったら、10人集まったのにゼロだったらゼロなんですよね。やっぱりこのインパクトは大きいです。で、少額っていうか、ワンレッスン8000円とかね、7000円とかだったら、その時決まらなくてもまた来月っていう感じになりますけれども、やっぱそこそこちょっと高額になってきたり、1万円以上とかね、レッスンのまとまったチケット 6回とか6万円とか、そういうものをこう一発でちゃんと決めてやりたいっていうふうに思うと、当然ですけど制約率が上がっていかないとできないですよね。で、私が感じている教室の先生の制約率が低い理由っていうのは何なのかっていうとですね、コミュニケーションスキル、営業的なコミュニケーションスキルが低いっていうケースが多いです。よく決まっていく方は、ほとんどの方、営業的コミュニケーション能力が高い。この営業的コミュニケーション能力っていうのがちょっとね、ポイントなんですよ。コミュニケーションの能力っていうと、例えば生徒さんと上手に話せるとか、季節のご挨拶がねできるとか、生徒さんを不快にさせないで楽しく返すとか、そういうことをコミュニケーションっていうふうに捉えてる先生も結構多いと思うんですけど、もちろんそれは間違いではありません。間違いではないんだけれども、制約に結びつく営業的コミュニケーションスキルっていうのはちょっと種類が違うんですよ。どういうふうに違うかっていうと、来た生徒さん、来たお客様が本質的に望んでいることを上手に聞き出す力というのがコミュニケーション能力になってくるんですね。そうすると、上手に聞き出すっていうのは根掘り葉掘り聞くっていうんじゃなくって、その人がさらっと違和感なく答えたくなるように、こちらが質問を用意するということになります。で、それによって、例えばその後にご案内する講座の特徴をすり替えるというか組み替える感じになります。例えばいろんな人にこう効果効能があるようなレッスンがあったとしますよね。でもそれを全部伝えると、その相手の人って、確かにすごいんだけど、私ってそこっていうよりはこういうことをしてくれればすぐに申し込むんだけどな、みたいな時ってあるんですよ。その時は先生がもう喋るのがいっぱいいっぱいになっちゃってて、相手の人の顔色とか本当に欲しいものが何なのかっていうのを見ないで喋っちゃってるケースが多いです。で、前にもちょっともしかしたらお話をしたかもしれないんですけれども、よく売れる優秀な
営業マンってよく喋る人だと思います？皆さんの印象としてどうでしょうね。例えばよく口八丁手八丁なんていう言葉ありますけど、すごくこうベラ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 押しトークで言ってる人がよくできる営業だって勘違いされるんですけど、違いますね。やっぱりですね、相手の言うことをよく聞き、その内容に合ったピンポイントな回答だけをサクッと言える人がやっぱ決まっていきます。ということは、相手に喋らせることができるっていうことは、相手の人が警戒感もなく信頼して本音をきちんと言うっていう状況を上手に作っているということになります。これがどちらかというと営業的コミュニケーション能力になります。で、私は営業職がずっと長かったので、知らず知らずにそのスキルが身についてました。そのスキルが身につくっていうのは、要は制約をするスキルですね。なぜ制約するスキルが身についたかっていうと、営業成績を上げたかったからです。で、営業成績を上げるがために、例えば自分が卑屈になったりとか、お客様に辛い思いをさせたり残念な商品をつかませるってことは嫌だったので、その人に私が勧める商品が合ってるなと思う時だけちゃんとアプローチして、あ、この人合ってないなっていう時には買わせないようにするっていうお話の仕方もできるので、まあ、そういうことをして制約のコントロールをしていたんですね。で、そのスキルをもってして、例えばこういう人が来る予定です、こんなふうに答えようと思ってるんですという先生の話を聞くと、いや、その受け答えだとまずいとか、それだと決まらないとかっていう話は瞬時にやっぱ聞いててわかるんですよ。そうすると、えっていう話になって、なぜならばっていうことで、この人はこういうふうに答えるということはこういうことを期待しているはずだから、それに合った講座の紹介の仕方をしなくてはいけないっていうのをお伝えすることがあります。で、例えば10人とかで事前情報とかが、その先生がね、既存の生徒さんとかが何人かいて、事前情報が結構あるとアドバイスすごいしやすいんですよ。事前情報があるから、この人はこういう性格の立ちで、こういう感じでこういうふうに思って今回申し込んでると思うんですっていうと、まあ本来はその場にいてね、ロールプレイング聞いてあげれば後でどうっていうのは言えるんですけれども、きっとその方が望んでることはこういうことだから、お金よりもそちらを中心にお話をした方が多分制約すると思いますとか、あとはご主人との関係性において反対されていてっていうことで言うときに、まあ、ご主人が反対する時の理由っていうのは、まあ、本当にお金っていう時もあるんですけど、家のことがおろそかになるっていう感じを嫌がる人とか、まあ、いろ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 なんですね。そのいろいろの本当の理由を奥さんも把握しないといけないし、ってことは把握するように旦那さんとうまく話し合いしてもらわないといけないし、把握できた場合にそれをどうやって克服できるかっていうのを一緒に考えてあげる必要があります。特に高額講座の場合には。で、私の場合にはですね、脳がハイブリッドになっているので、女性脳と男性脳とちゃんと両方持っているので、旦那さんが反対してるっていうと、その方の例えば決意の度合いとかね、どういうふうに旦那さんに言ったのかという話を聞くと、旦那さんが反対する理由が大体わかります。というか、私が聞いてても多分反対するみたいな理由で言うので、まあ、男性の場合には理性と、まあ、数字ですね、それをちゃんと説得できるように話をすることができるのと、あとはですね、まあ、これ裏技になるんですけど、まあ、愛情を利用するというか泣き落としですかね。可愛い可愛い妻の願いを聞いてほしい的な弱い女としてお願いするかどっちかです。残念ながら私はその手を使ったことはありませんが、いつもそうですね、全部理論的な数字を固めて証拠を多分出しておいて、だからこれをこういうふうにすると私こういうふうにできるのでやりたいです、やりますみたい、やりますですね、自己報告ですね、ほとんどそんなふうにしてやってた時代があります。今はもう自分で稼いでいて、自分が決済権限を持って動かしているので、もうほとんど何も聞かずに買うものを買うし、やることやるし、行く場所に行くっていう状態は仕事上ね
やってるし、それが失敗してないっていうことは旦那も見てるんで、それ以上何を言ってくるわけではないんですが、まあとりあえず好きなようにやらせてても大丈夫だろうっていう、まあ安心感 があるみたいです。はい。なので、まあそれは私のね、余談でその話なんですけど、ですから制約のコツっていうポイントは、その人の障害になっていることを全て取り去れるかっていうことが一つ制約の大きなポイントになります。っていうことは、障害になっていることは何なのか、要はお金なのか、時間なのか、家庭なのか、本人の気持ちなのか、まあいろいろあるんですよ、障害って。だから講座の案内するよりも、案内してもいいんですけど、その人にとって欲しい特徴をね、言ってあげる案内はしてもいいんだけど、もしすんなり申し込みをしない場合には、障害はどこにあるんだっていうのを探らないといけないです。大抵お金です。はい。だけれども、そのお金も何て言うんですかね、例えば一括だと払えないけど、分割だと払えるっていう人は別に分割払いすればいいだけの話ですし、そもそも分割にしてもトータルで払うそのお金がないという方もまあ中にはいらっしゃいますよね。そうすると、その人のタイミングが合わないということになります。分割で払えるぐらいの金額に下がってるのに、そのトータルで払う金額が厳しいっていうことは、それだけの価値を口座に感じていないということになるので、タイミングは今ではないということになります。そうすると、いつかタイミングがあった時に来てねみたいな話になるケースもあるので、今その方がどういう状況なのかっていうのを正確に把握する必要があるのと、あと欲しいと言っている温度感ですね。その温度感覚をしっかりつかむ必要があります。そこを見誤ると、無理にゴリ押しすると、なんか売り込まれたとかっていうふうに思われちゃったりとかね。あとは、なんかもう一押し上手に聞いてくれれば制約するのにっていうタイプの人を、先生が違う方向からアプローチして制約しないケースとかね。はい。私が事後報告的に、事前だとこういうふうに言ったらっていうのが言えるんですけど、事後報告で決まりませんでしたっていうのをいただくときに、なんで決まらなかったのかっていう反省会とかやるときあるんですけど、その時に分岐点がね、何箇所かあるんですよ。そのまんまの状態をちょっと教えてくださいとかって言うと、分岐点が何箇所かあって、ああそこか、そういうふうに言っちゃったか、あそういうふうに言っちゃったかとかね、で聞いてるじゃないですか。ひどい場合5個ぐらいありますからね、分岐点。あそこでそう言っちゃった、でも5個あるってことは、その5個まで気持ちがお客さんも保ってたはずなのに、そこでダメ押しで、あ制約しない方向に行っちゃったみたいな時があります。だからこれは訓練にもよるんですけれども、相手の方がどういうふうな感情で、何が障害になってて、その障害をどうやってクリアすることができるかだけなんですよね。それがクリアできないものは別に今決めなくてもよくって、いつか タイミングがいい時に来てくれればよくって、そのいつかのタイミングの前にその方がもっと違ういい商品見つけてしまうこともあるので、まあその場合にはご縁がなかったっていうことになりますので、無理に追いかける必要はないんですよね。商品の購買購入って、必要な時に必要なタイミングでバッチリタイミングがあって、この商品いいよねって言ったら初めて買われるだけなので、タイミングがずれてても買われないです。はい。だからそんなに別に悲観することでもなく、基本は買わない理由を潰す。ここですね。だから買わない理由を探る必要があるんです。迷ってる、戸惑ってる時っていうのは、何かね、障害になってること、気になってることとかありますかっていうと、主人がとか、時間がとか、お金がとか、まあ大体そういう話。で、まあそれがその方にとって優先順位がどうなのかっていうだけの話になってる場合もありますので。タイミングは見てあげる必要がありますけれども、今じゃないっていう方は別に無理に進める必要がないので、
このあたりをきちんと上手に聞くことができると成約率が上がっていくと集客量が少なくても結果として利益と売上が上がっていきますので、このやり方をしっかり身につけた上で集客量を増やすっていうのが順番としては正しいというふうに思っています。だから集客って言って一生懸命頑張って集めた割には決まっていない先生は、先に成約率改善のスキルとノウハウを身につけた方が多分結果として売上は簡単に上がります。ということで、本日のまとめです。教室の先生の売上アップのコツは集客よりも成約率を改善すること。こちらのポイントは、まず一つ目は、相手のクライアントさんの、お話をよく聞く。で、二つ目はその中で特に障害になっていること、決まらない場合の障害になっていることは何なのかっていうのを正しく見極めて適切なアドバイスをする。そして成約率を上げるという、プロセスになりますので、ぜひそんな形で頑張ってみてください。それでは。